信仰の分かち合い2021合法でありさえすれば何でも OK という考えを持ってしまうと聖書とイエス・キリストの福音の価値は否定されてしまいます端的な例として以下のエピソードを見てみましょう80年ほど前のドイツでのエピソード当時のドイツはナチスの政権下にありました とということはナチスのやることは何であっても合法ユダヤ人虐殺殲滅という法と施策も合法ということになってしまいますそういった中でバルメン宣言という信仰告白によって成立した告白協会という信仰グループはナチスとナチスの施策に激しく抵抗しましたそのリーダーの一人ニーメラー牧師は ダッハを収収容所に収監されましたある時収容所のチャプレンこの場合のチャプレンとは収容所に勤務する牧師神父神主お坊さんイスラム教の指導者などの宗教家のことですがニーメラーに以下のように質問しました兄弟なぜあなたは投獄されたのですか ニーメラーは即座にに以下のように返答しましまた。兄弟なぜあなたは投獄されていないのですか現在の日本ではこういうことはまず起こりませんが人は究極の選択を迫られることがあります究極の選択を迫られようとそうではなく平穏な日々,で日々の中で普通に生活していようと 私たちは聖書の御言葉に従って祈りつつ神を見上げて歩んでいくべきでありましょうそれが神が私たちに求めていることなのですからなぜならば全宇宙と遠い過去から遠い未来に至るまでの全ての時間は神の御手の中にありその支配下に置かれているからです